別世界からのメッセージは2020年に放送されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズである2013年のドキュメンタリー映画ザ・インスティチュートに基づく出演はジェイソン・シーゲル、アンドレ・サンゼン、イブリンドリー、リチャード・イ・グラント、サリー・フィールドなどショーランナー、脚本、主演をジェイソン・シーゲルが務めるアメリカでは2020年3月1日から AMC で放送された。日本では2020年5月から Amazon プライムビデオで日本語字幕版、吹き替え版が配信された。シリーズはフィラデルフィアを舞台とし、平凡な毎日の生活から逃れ謎のゲームに参加する、面識もなく、性格も異なる4人を描く。出演者たちは第4の壁を破り、視聴者に話しかける。 退屈な日常を送るデータエンジニアのピーター、トランスウーマンの指紋音、高い知性を持つがパラノイア気味のフレドウイン、昏睡状態の夫を抱える老女のジャニスは、謎を秘めたジェジューン協会の入門に誘われる、これに対抗する別世界組合との争いに巻き込まれる。これが真実なのかマーケティングなのか陰謀なのか。 それともゲームなのか、意見をことにしながらも4人は協力して謎を解こうとし、クララという壁画アーティストが鍵となっていることを知る。やがて彼らはすべてがゲームであり、クララは20年前に死んだアーティストであると聞かされる。ゲームは4人の人生に影響を残し、ピーターとシモーンは付き合い始め、夫を亡くしたジャニスは大学に通い始め、フレドウィンはクララの謎にとらわれる。 ジャニスはゲームの創作者のリーを見つけ、4人はクララがリーの苦悩を擬人化した架空の存在であると知る。実世界のジェイソン・シーゲルはキャリアに悩み、別世界に関わるゲームに参加して創作のヒントを得る。自分の苦悩を擬人化した少年の姿を見て、脚本を書き、ドラマシリーズを制作する。別世界からのメッセージのキャスト。冗談左からジェイソン・シーゲル。 アンドレ3000ンン、リチャード・イー・グラント、サリー・フィールド。2018年7月28日、AMC が本作の制作を決定したことが発表された。サンフランシスコを舞台にしたリアリティゲーム、ジジュン・インスティチュートを描いた2013年のドキュメンタリー映画、ザ・インスティチュートを原作とし、ジェイソン・シーゲルが制作葬式、ショーランナー、脚本を担当した。 2019年7月、ペンシルバニア州フィラデルフィアで撮影が開始された。第1シーズン放送後の2020年4月のインタビューで、ジェイソン・シーデルは第2シーズンの可能性についてコメントしている。本作は批評家から高い評価を受けている。批評集積サイトのロッテントマトズに36件のレビューがあり、批評家支持率は86%。 平均点は10点満点で7.18点となっている。また、メトクリティックには16件のレビューがあり、過重平均値は66、100となっている。ありがとうございます。